たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。今回は大津市の和菓子店松田時和堂さんへの会ってくれてありがとう。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは松田時和堂さんです。我が家ではお祝い事があるとよくどこよりもおいしい松田時和堂さんのいちご大福を買ってきます。娘の高校入学式の日にも買って帰りました。おじいさんおばあさんが切り盛りされているお店、いつまでも長く頑張ってもらいたいです。ありがとうございます。嬉しいでございます、ね、やっぱり家族で団らんでみんな和菓子を食べていただくということが一番私らの喜びなんで、できればそうやって進めていただきたいとありがたいと思います。松田時和堂は創業100年を超える老舗の和菓子屋、いちご大福の店としても親しまれている。大福にいちごを入れるアイデアは40年ほど前にひろしさんが考えついた。試行錯誤して一生懸命考えた中で一番年寄りも若い子供さんも喜ばれる一番人気のいいいちごが一番いいんじゃないかと、便やってみようということでやりだしたのが最初です。しかしそれを独占せずに和菓子業界みんなの発展を願った。みんなに親しまれるということでパンでもいろいろクリームパンとかあんパンとか粒あんとかいろいろありますね。どこの会社でもそうやって作っていただいたら広がるんじゃないかと。今でも近隣の高校生がいちご大福を求めてやってくる。毎週茶道の稽古で使うお菓子を買いに来ました。めっちゃ美味しいです。学校に来てはった方がね、もう大人になっておばちゃん買いに来たよって言って、ここで食べさせてもらったよな言って、かまへん今日も座って食べてや言って昔からのおなじみのために定番商品も欠かさない。家族だんだんでな、みんな食べはめちゃうわなと思って、未だに和菓子はそういう雰囲気のもんだと思うので僕は、地域の団らんを支える和菓子屋松田時和堂、会ってくれてありがとう。